ハサン・サッパーフ、ハサン・サッパーフ、ハッサン・サバ、青年不詳から1124年は、イスラム教シーア派のイスマー・イール派から派生した、ニザール派の階層。11世紀から13世紀半ばまでやギルド空腹など、イランからシリア全土の山岳要塞を拠点とした、いわゆる暗殺教団の最初の指導者。ハサン、ハッサンの後に、エザーフェ、イー、アイをつけて、ハサネ・サッパーフ。 ハサニサッパーフハッサン、イー、サバ、ハッサン、アイサバとも言う。テヘラン南のクム、クム、クムに十二イマーム派の家に生まれた。ハサンサッパーフの出身地クムは十世紀以降シーア派十二イマーム派の中心地として発展してきた都市であり、自身も当初は十二イマーム派の信徒であったという。父はイラクのクーファ出身で、その演祖はイエメンの人であったと伝えられる。 出生現代は知られていないが、おそらく11世紀半ばであろうと考えられる。7歳で死学し、17歳の頃まで、レイ、ライ,イ、テヘランの前身で、数学、天文学、イスラームの宗教諸学の研究を行っていたという。当時レイは、ファーティマ朝が各地に派遣していたイスマーイール派の宣教師ダーイー、ダーイーのイランにおける中心的な拠点であり、 ハサンはこの例でイスマーイール派と接触することとなった。ジュバイニーなどの広大の歴史家たちが伝えた、ハサンの自伝断片によると、アミーラザ・ラーブという人物から、イスマーイールの教義について、眼下を受け、イスマーイール派の教主である、ファーティマチョーカリフを報じて、忠誠を誓ったという。この後、1072年に、イスマーイール派のイラクアラビー、現在のイラク中南部と、 イラーク・アジャミー、現在のイランのザグロス300一帯の諸地域における、管区長であった、アブドゥルイコールリクイブン・アッターシュから、デーレーデ・ダーイーの資格を認可され、正式にイスマー・イール派の信徒になった。この直後、イブン・アッターシュから、カイロへ赴もき、ファーティマ朝カリフの宮廷に出頭して、カリフに越見するよう命じられた。 1078年から数年の間、ファーティマ朝の宮廷で研究を行った。エスファハーンに帰還後は、ニザームルムルクを避けて、イランで、宣教活動を行って、成果を得た。1090年、イラン中西部カズビーン近郊の要塞、をダッシュして、拠点とし、のちシャイフルジャバル、山の長老と呼ばれることとなった。また、 アラムートを占拠して間もなく1091年から1092年には、ホラーサン南東部のクヒスタン地方、現在のラザビーホラーン州から南ホラーサーン州一帯の地域に、アラムート周辺の改修運動に、功績のあった第ーイー、フサインガーイニーを派遣した。ガーイニーの布教は成功して、住民の大部分をニザール派に改修させることができたようだが、 同時に、当時抑圧的な支配で、地域住民から恨まれていたセルジューク朝のアミールを排斥しており、これは外来のセルジューク朝政権に対する民衆法規的な性格を有していたとも論じられている。ルードバールやクヒスターン一帯など、イラン周辺の山岳地帯の城塞軍を中心に、ニザール派の勢力は徐々に拡大して行った。1094年、 ファーティマ朝第8代カリフの死後、カリフの後継者問題で拝着されたを指示し、その代理人を称して、いわゆるニザール派を形成。主に城塞の奪取や、要人の暗殺といった手段で、セルジューク長に抵抗し、その独特の暗殺戦術をして、アサシン教団、暗殺教団と称された。教団はその戦術に加え、絶対的権威に対する復讐を解いた、ターリーム理論に基づく、 新教説、ダウア・ジャディーダ・ディーエー、はジャジーダによって、組織の結束に成功した。また自身も極めて禁欲的な生活を守り、それを犯した息子たちを処刑したという逸話も、残されている。1124年5月に、ランマサル上塞の主に任じられていたを、自らの後継者に任命し、さらに電動局部門には、デフダール・アブー・アリー・アルディスター・ニーを右に、 ハサン・ブン・アーダム・カラーニーを左に、教団の軍事部門の指揮官として、ヒアーバー・ジャーファルを前に配するようそれぞれ任命した。あと、同月の1124年5月23日、アラムート城内で死去した。その生涯についての情報は、伝説的な内容も多分に含まれているが、1256年に、モンゴル帝国のフレグの遠征によってニザール派、 第八代教主の降伏によってアラムート城塞は陥落し、モンゴル軍によりアラムートのニザール派の文書群も接収された。この文書群の中には、ハサン・サッパー夫自身がニザール派教団に対して発した、教料や宗教関係の著作などが含まれていたとい。ここには、ハサンの辞典もあり、フレグに呼称して、このニザール派文書の接収を担当したアラーウッディーン。 アターマリク・ジュバイニーは、次著『世界征服者史』のイスマー・イール・ハシノブで、ハサンのこの電気を引いて説明している。イランの伝統的な歴史学でイスマー・イール・派の歴史が語られる場合、このジュバイニーの情報に多く依拠している。アラムートを占拠してからハサン・サッパーフは、城塞の一角に設けられた実質から、ほとんど出ることはなく、常に禁欲的生活とニザール・派の競技に関する。 著作活動と教団内外への各種の制作の差し事に足したと言われている。13世紀前半に、大部の歴史書、漢詩を表した、イブンアルイコールワスイールは、ハサン・サッパーフを表して、名便、有能にして、幾何学、数学、魔術その他に精通した人物と述べており、フレグによるニザール派の滅亡以前に、有能にして、博覧狂を着ながら、魔術など、神秘的で、 イスラームの正度から外れたいかがわしい才を持つ人物として見られていたことが伺われる。これは著者自身や監視を検定した相手であるモースルのアタベクなどがスンナ派であったことも注意せねばならない。イルハン朝後期の歴史家、ムスタウフィー・カズビーニーの選手などに伝えるところによると、かつてハサン・サッパーフはセルジューク朝の第二大君主アルクアルスラームの宮廷に出資していたが、 時の最初、ワズイール・ニザー・アムルムルクはスンナ派の庇護者であり、狂信的なシーア派の信徒であったハサンはこれに激しい、敵外心を抱いていたという。ある日、アルプ・アルスラーンは、国土の喪失について報告書を提出するよう、命じた。ニザー・アムルムルクは1年を要する旨答えたが、ハサンは40日で完了すると答えた。ニザー・アムルムルクは、ハサンの言う日数では、 不可能なことだと相手にしなかったが、アルプアルスラーンによる許可を受けてハサンは初期たちを動員し、40日後に良好な報告書を完成させてしまった。動揺したニザームルムルクは密かに妨害工作を行い、アルプアルスラーンの午前での報告の日に完成した提出書類をわざと錯刊させた。このためハサンはアルプアルスラーンの午前での報告の時に書類のページが ぐちゃぐちゃに入り乱れていることに気づき、スルタンに、口頭での発表を促されたが答えることが、できなかった。すかさずニザームル・モルクは、学識ある者が完成には1年を要すべき長望、無学の者が40日で完成しようとなると、格のごとき結果になるのですと追い打ちをかけた。面目を丸つぶれにされたハサンは宮廷を逃れ、過激なニザール派進行の闘目になった。 後年ハサン・サッバーフの指示でたちが、幼人暗殺を行うようになったとき、その最初の犠牲者はニザー・ムルムルクであったといい、上述のニザール派文書中の暗殺達成リストの最上段にニザー・ムルムルクの名前が書かれていたと伝えられる。また、他のイラン周辺でよく知られた伝説では、ニザー・ムルムルクと数学者のウマル・ハイ・アーム、ハサン・サッバフは若いときにニシャープールにおいて、 偉大なる学者イマームムはファのもとで互いに勉学に、勤しんでいたというものがある。それぞれが後年、ニザー・アムルムルクは、セル・ジューク朝のワズイールとなって、国政の最高権力者になり、ウマル・ハイ・アームは、天文学、数学を、極めて自然科学研究の、大一人者となり、ハサン・サッパーフは、暗殺教団の頭目となり、暗殺と恐怖を蔓延させ、一旦、下道の頂点に立った。 というものである。しかし、没年から考えて、ウマルハイアーム、1048年から1131年とハサン・サーバーフ、1124年は近い世代と考えられるが、ニザームルムルク、1017年から1092年は、ウマルハイアームと比べても親子以上に年齢が離れているため、全く根拠のないただの伝説とみられる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。